田向山は、福岡県北九州市小倉北区赤坂4丁目に、ある高さ76メートルの山である。小倉北区とも軸の境界に位置する。宮本武蔵を検証する小倉秘文があることで有名。宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘が行われたとされる1612年4月13日に、ちなみ、毎年4月13日前後の日曜日に、 たむ山,山山頂の公園で、武蔵小次郎祭りが開催される。2019年4月14日には、第69回、武蔵小次郎祭りが開催された。足立山形最北部に位置し、正面には、関門海峡、彦島、岩流島などが見える。菊半島の付け根に位置し、小山ではあるが、菊半島と小倉平野を分断している。 古くから地政学上の要所であり、小倉と文字の往来は、田向山北側の街道か、田向山南側の峠が利用された。宮本武蔵の死から9年後の1654年、小倉藩で筆頭画廊を務めていた武蔵の養子、宮本伊織が山頂から岩流島が見渡せる田向山山頂に、養父の検証費を混流した。この頃、伊織は、 小倉藩主、小笠原忠実より、田向山を拝領しており、宮本家代々の墓は、武蔵明良日の隣に設置されていた。しかし明治になって、田向山が、軍事要塞化された際、小倉日文は、隣の延命寺山に、宮本家代々の墓は、田向山の麓に移設された。宮本伊織らの墓は、今も田向山の麓にある。1887年。 関門海峡周辺の要塞化に伴い、下関側の他の首放題と共に、田向さんは最初に放題の設置が始まった。長崎事件は前年であり、日清戦争は7年後のことだった。これより、田向さんは一般人の入山が禁止された。山は小倉にあった、帝国陸軍第十二師団主支配下の下関要塞。 司令部によって1945年まで管理された。1942年、関門トンネルの開通に伴い、鹿児島本線の路線拡大が行われた。鉄道に弾き出される形で、旧国道2号が山側に、ルート変更された。同年田向山に、田向山トンネルが掘られた。国道上には、西日本鉄道北九州線の平用軌道が、 設けられていたことから、同線も田向け山トンネルを通ることとなり、このトンネルは1985年10月19日まで、西日本鉄道唯一の山岳トンネルであった。太平洋戦争の末期には、市街地空襲で、西鉄北九州線の車両基地が被災する事態に備えて、電車の退避場所を確保することとなり、田向け山トンネル西側の北九州本線から、 三福へ分岐する引っ込め線を設け、三福に2本の対比線が設置された。小倉飛文、佐々木小次郎の石踏み、ありがとうございます。